意見を聞かせて。Oh god. Oh jeez. Jeez. Oh boy. ない。
Yeah. どうも。分隊長、無茶ばかりして。 私はあんなに行き急げない。 兵団として感謝するよ。 君のならば、こっちはゲルガーだ。一応、場数だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男が、ミケザカリアス分隊長だよ。<笑>気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのは、ミケさんの癖なんだ。 ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな。巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵団拠点の設置任務に加わってもらう。兵団拠点というのは分かるか。 次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。 ビビらないなんて大した度胸だな。今回は 壁外と言っても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵団拠点を設営する。総員準備作業に移る。 お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。そんなもんだ。設定できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。そうなったには。 相手になるよ。俺は鼻が利くが、エルヴィンほどには効かない。
よし、その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。始末してやれ。ちょっと厳しいな。私、増援を呼んでくる。安全は二の次だ。兵士である以上は仕方ないよ。どうだ。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。私はここの守りを固めておこう。足りねえな。助けよう。このまま
で増援を呼びに行けるぜ。よっと始末してやる。なんとかしてやらねえとな。俺はここの守りに徹する。いいぞ、あと少しだ。大体の巨人の位置は鼻でわかる。どうだ。見張り拠点の設営は完了したようだな。これで巨人の接近を容易に察知できるだろう。相手になるよ。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで
片っ端から巨人を討伐してやろう。すぐに任務に取り掛かれ。油断はするなよ。討伐完了。そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。始末してやる。俺だけじゃどうにもならん。なるよ。ゲルガーさん、頼みます。報告、かなりの数の巨人がこちらに向かってきています。始末してやる。こうも手こずるとは。敵外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。これが最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。すまない、俺は増援を調達してこよう。よっと。味方が優勢だ。おっぱ。よっと。ゲルガーさん、押してる押してる。ガンガン行こう。この木にジョジオ。はあ、はあ、You have。よっと。はあ、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 悪くないな。その調子で頑張ってくれ。うわあ！すぐそこまで巨人の大軍が迫ってきています。討伐完了。ああ、そらよ、ね、やるよ。拠点を作
兵站拠点の設営が完了したようだな。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵站拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。相手になるよ。そこを守って、奴らを止めて。救援要請か。行くぞ。こんなもんだ。よっと、やるよ。奴らに兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。始末してやる。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。やるよ。片付けよう。次だ。ありがとう、助かったよ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。やるよ。よっと、ゲルガーさん頼みます。任せとけ。やべ。新兵がいたものだ。マドモさん頼みます。向かいだ。ゲルガーさん頼みます。死んではいないな。ええ、心配ご無用です。拠点に大きな被害が出ている。一刻も早くここを離れるぞ。ハクさん分かってます。分かったよ。片付けろ。相手になるよ。討伐完了。
だ気力は残っているな。問題ありません。まだまだいけます。よっと、これがないとね。拠点を作ってくれ。はっ、ね、よっと、くらえ。あっ、乗るなよ。お前も言ってくれるか。ああ、了解だ。ゲルガーさん、任せます。やめた。
るよ。
確保した。総員、直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。